夏、はい、今日は8月10日、水曜日、仕事今終わりました。時刻は、2時52分です。ちょっと暑いんでね、涼でも取ろうと思います。今向かっているのは、先日ね、この道通ったらね、なんかあれこんなんできてたんだみたいなところなんですけど、もうちょっと着きます。前ね、確かミニストップだったところかな、ミニストップの前のところにできたのか、これね、やってるかな、やってるそうだな。なんていうんだろう、これ海東園って書いて着いた。こちらですね、焼き芋のかき氷専門店。今日ね、気温が37度以上あるんでね、かき氷でも食べようと思って来ました。焼き芋ミルク美味しそう。焼き芋とか売ってる。焼き芋ミルクにしましたよ。冷たいお茶もらいました。冷やし完熟焼き芋美味しそうだね。冷凍焼き芋もある。1本200円。できました。焼き芋ミルク。ね、紫芋とね、半々に。うわ、これ美味しそう。いや、今日は暑いからちょうどいいよ。いただきます。これはサクサクですね。あ、美味しい、お芋だ。焼き芋のかき氷、初めて食べたけど美味しいわ、これ。めちゃくちゃうまいわ。ごちそうさまでした、美味しかったです。伊藤園さんって読むんだって。すげーうまかった。またから、はい、皆さんこんにちは。今日は8月11日木曜日、なんだ、山の日だっけ、なんかそんなやつ、世間体は祝日ですね。お盆休みなんか入った人もいるんじゃないでしょうか。自分はね、後休日で今日は休みですけど、明日からまた仕事です。本当にお盆休みの人とか羨ましいわ。腹減ったんで今からご飯食べに行こうと思います。今は桜川市ですね。先日行った、徳次郎食堂の先にある、ラーメン屋に向かっております。そこのラーメン屋食べに行くのもね、もうかれこれ25年ぐらい前、もう本当免許、車の免許とか取り立ての頃ね、食べに行った記憶があります。でその頃ってあんまラーメンの専門店とかも少なくてね、ここの味噌ラーメンうめえとかって言ってたね、記憶がすごいあるんですよね。なんか久々なんか食べに来たくなっちゃって来ました。こちらですね、車屋ラーメンですね。奥がバッティングセンターになっております。こちらですね、車屋ラーメンね。もうこの店も長いですね。久しぶりだな。なんかほんと懐かしい味がしたわ。それこそね、20年前以上に食べた味、懐かしい味ですね。美味しかったですよ。久しぶりに来たんでね、こっちにねバッティングセンターあるんで、やってみますか。1ゲーム100円、ストレス解消、体力作りね。ちょうどお昼の鐘が鳴ってますね。そんな感じですね。お待たせいたしました。第1試合にまもなく開始でございます。
汗だくなっちゃいました。本当に野球センスないです。はい、おはようございます。今日は8月14日日曜日です。仕事休みです。体が痛いので、朝風呂に行きます。消化器をね、しのぎとってきまして朝風呂に入ってきました。今日はね、コスパ最高です。今日は休みに行ってきます。バスは空いてますね。入ってきます。はい、いい湯でした。今からね、ご飯を食べに行きたいと思います。今は、友部ですね。もう少しで着くんですけど、まあ、今から行くラーメン屋さんもまだ食べに行ったことなくて、もうちょっとあとこの辺、あ、もうちょっと先かな。ここだね。お腹すいたな、やっぱ朝から食べてないから。まだでも開店前なんで11時からオープンみたいですけど、まだやってないよね。あ、これだ。駐車場はどこかな。ラーメン男道。目の前にいるのかな。久しぶりにね、ウワンダーグー友部店に来ましたよ。あったあった、これだよ。これを買いに来たんだよ。これ昭和50年とかでね、買います。今度はね、アベールに来ました。家探し回った、ここにあった。ぷよぷよとかトリキャスとか手形とかもある。この上にめちゃくちゃ高いかな。これはいいわ。それか。はい、今日は8月31日、今日でね、8月が終わりということで、ね、予想31日で、1月9日、1年が入ってきました。いやー、いい湯でしたよ。今からご飯食べに行ったと思います。いやー、いい湯だったよ。お、三日月だ。じゃあ今日はね、サウナ3回、塩サウナ1回入ってきました。最近ね、中耳炎になっちゃってね、ちょっと耳が不調です。耳がね、聞こえない感じですね。嫌になっちゃいます。腹減ってますか。元気があれば何でもできる。この道を行けば、どうなるものか危ぶむなかれ。ね、今ね、ご飯を、食べに向かっております。もう着くかな。そろそろだと思うんだよね。今食べに行くとこもね、食べに行ったことないんですけど、この辺だった気がする。この水戸新を過ぎて目的地は右側です。これだ。お疲れ様でした。ラーメン豚の道。
行けばわかるさ、ありがとう。来ました。駐車場裏側だった気がするんだけど、こっちじゃないのかな。あのね、目250にしてね、ちょうどよかった。多分300に異常してたらアウトだね。なんか年々食べれなくなってるのかな。美味しかったです。はい、今日は9月1日、木曜日です。仕事休みです。時刻は11時ですね。今ね、お腹が空いたので、ご飯屋さんに向かっております。今ね、向かってるお店は、前ね、以前ね、伺った時にあのお店がやってなくて、なんだか潰れてるかどうか分かんなくてね、今日はちょっとね、リベンジです。右方向です。続いて左方向です。もう少しで着くと思うんですけど、今はね、笠間市ですね。旧友部町です。やってるといいな。左方向です。ね、こちらですね。あれやってますね。こちらです。デコボコ道さん。
マモチャンネル。